こんにちは。G1 リーグ第34節、ウィラン、予想動画。<laughs> はい、ということで、ちょっと、時間がないので、サクサク、やらせていただきます。えー、33節、全敗 <laughs> ああ。33節、全敗でございました。 いや、残念でございますね。ちょっとまあ惜しかった試合もありつつ、結構複数得点が多かったかなという、えー、気もしますね。はい、えー。ということで34節やっていきたいと思います。まず、ホーム川崎フロントアルバーサスアウェイガンバ大阪、えー。データによりますと、川崎はガンバに3連敗中だそうです。はい。えー、川崎前節町田に4-1で勝ちましてリーグ2連勝でございます。非常に調子がいいんですが、 えー、ルヴァンカップの方でですね、新潟に2連敗を喫してしまいまして、この流れがどう来るかなという感じですかね。はい。でも、まあ、前節見てる限りでは相手のミス見逃さず、しっかりとや,やれていて、切り替えが早く、えー、攻撃に行く回数も多かったのかなという気がしますね。はい。で、まあ、インナーラップして、サイドもうまく崩せてましたし、えー、非常に川崎らしい攻撃ができていたのかなと思います。 逆にガンバ、全然札幌2-1ということで、10戦ぶりの勝利でございました。しかもこの勝ち方っていうのは非常に劇的で、えー、調子は一気に上がってくるんじゃないかなというふうには思います。 はい。まあ、攻撃し続けたっていうのがやっぱこう,そうしましたね、えー。ガンバらしく、えー、手を緩めずに、ね、厚みのある攻撃で、えー、シュート21本打ってしっかりと勝ち切ったということで非常に良かったなと。で、まあ少ないタッチでこう中央突破なんかも見れましたし、えー、ガンバもいい形でこの終盤戦望めるのかなというふうに思いますね。まあサイドからポケットも取れてましたし、宇佐美選手の2点目とかやばすぎあれ。うますぎ。 あの狭い空間であの落ち着きはやばすぎです。はい、<laughs> ということで、そうですね、まあ、うん、えー、13頑張りにします。はい、13頑張りでいきたいと思います。続いて、ホームビスル神戸 VS 青い FC 東京データによりますと、神戸は東京に4戦連続負けなし3勝1分けとなっておりまして、ホーム戦だと2連勝中だそうです。 え神戸、前節京都に3-2で勝ちまして、これでリーグ6連勝となりました。で、さらに、公式戦で見ますと、12戦連続負けなしということで、もう好調も好調ですね。非常に調子がいいです。 まあ奪ってから前に行くスピードもまあ速かったですし、武藤選手がねやっぱり講師にわたって活躍されていたかなと思いますし、セットプレーが決定機になること多かったですね、まあそこから得点も奪いましたし、パトリック選手、よくあれ、ボールを収めましたね、あんだけシュート性の速いボールが来たんですが、素晴らしかったなと思います。 えー、逆に東京全数トスと11ということで、えー、まあ、ここ、勝ちきれなかったんですが、まぁ、あ、4戦負けなしと、えー、負けなしは続いている感じですかね。まあ、シュート18本打って、うち6本が枠内だったということで、まあ、相手のブロックにかなり苦しめられた感じはありましたね。えー、非常にトスが体張ってましたので、 えー、シュートを打っても枠いかないとかちょっとコース変わってしまうとかで、えー、なかなか苦しんでましたが、まあ、最後、なんとかね、えー、追いついていけたのかなという,ふうに思いますし、まあ、東京らしくしっかりとこうカウンターが組めれば、えー、非常に神戸との面白い戦いになってくるのかなと思いますしこの戦いはオープンな展開になる時間帯が多くなりそうだなという気はしていますね。 2-1神戸にします。21神戸にいきたいと思います。えー、続いて、ホーム横浜 F ・マリノス VS アウェイ・アルビレックス新潟。えー、データによりますと、マリノスは新潟に3戦連続勝ちなし、1分け2敗となっておりまして、ホーム戦で見ますと、5戦連続負けなし、3勝2分けで、2連続引き分け中となっております。はい。えー、マリノス前節柏に0 1で負けてしまいまして、これでリーグ4連敗となってしまいました。 うーんなかなかね、ここも波に乗れてない、えー、珍しいマリノスだなという感じなんですが、まあ、ハイプレスが機能して決定機を迎えることは多かったんですが、ちょっと点が遠かったなと、枠になかなか持っていけなかったですね、そこがちょっと改善点かなとうん、シュート10本打ってて3本しか枠いってなくて、うんなかなか、えー、難しい戦いにはなりましたけど、ちょっと修正してね、えー、そこは。 まあ、ハイプレスかけるとこまで良かったので、そこでしっかりと決めきるってことができれば、えー、強いマリノスに戻ってくるのかなと思います。逆に新潟前節鹿島に04ということで負けてしまいまして、こちらもリーグ4連敗と。 なっておりますですが新潟ルヴァンカップで川崎に2連勝しまして決勝進出しましたのでこのいい流れっていうのが引き継げればここ面白い戦いになってくるなという気がしますねでこちらシュートがね8本しか打てず枠内が1本ということでシュートまでも持っていくのにちょっと苦労したという試合展開でしたねまあ60分過ぎからボール割と持てる時間 増えてきたんですよねで相手のギャップもつけてましたしたですが、なかなかこう,うまくいかずという感じでしたね。まあ、でも、ここはそうですね、結構ポゼッション重要になってくると思いますね。どちらがうまくビルドアップできるか、えー、新潟がマリノスのハイプレスかいくぐれるかがポイントになってくると思うんですが、うーん、そうだな、3人マリノスにします。はいいいい3-2マリノスでいきたいと思います続いて ホームカシマアントラーズ VS アベイアビスパ福岡、えー、データによりますとカシマは福岡に3戦連続勝ちなし2分け1敗ですがホーム戦2戦連続負けなしで1勝1分けとなっておりますホームに向かえると負けてないという感じですかね えー、鹿島前節、新潟に4-0で勝ちまして、7戦ぶりの勝利だったんですが、ポポビッチ監督がね、ちょっと電撃解任ということで、えー、こちらどうチームが立て直ってくるのか、ぐらついてなければいいなという感じでありますが、えー、ですが、鹿島、えー、今季まだホーム戦負けなしでございます。えー、非常にホームでは強いデータが出ておりますので、ここは非常に戦いやすい感じになってくるのかなというふうには思いますね、あのメンタル的にはね。 まあ奪ってから早い攻撃で、15分で2点取りましたから、前節は。えー、そこでまあサイドも崩せてましたし、えー、強い鹿島っていうのは見れたので、まあ、7戦ぶりの勝利とはいえ、そこまでの悪い流れは断ち切れたのかなという気がしますし、まあ、全体的にシュートで追われていた印象もありますので、そこが継続できてくれば、得点のチャンスっていうのは広がってくるのかなというふうに思います。 え、逆に福岡前節名古屋に1-0で勝ちまして、こちら12戦ぶりの勝利ということになりました。で、得点自体も5戦ぶりだったんですね。え、非常に。 えー、まあ、泣いてるサポーターの方もいらっしゃいましたけど、えー、非常に久しぶりの勝利ということで、なんとかトンネルを抜け出せたといった感じですかね。まあ、その盾役者といっても過言ではないのが長井選手。ゴールキーパーの長井選手の好セーブが、本当にもうここ数節連続で光ってますから、えー、ここがなんとかね、守り抜きながら攻撃陣が応えてくれればという感じになってくるかなと思います。 はいまあ、ウェリントン選手がポストになってそこから攻撃も展開されてましたしそこの、えー、攻撃っていうのは増えてくるかなと、えーまあ、ザヘディ選手なんかもいますし、えーまあ、1枚当ててからの攻撃っていうのは福岡、えー、重要になってくるかなという,ふうには思いますうーんただ、まあ、鹿島もこれど,どうですかねめっちゃ難しいとこですがうーんそうですち、ね、11ドローにします。はい 一ドローでいいきたいと思います続いてホーム柏レイソル VS アウェイ町田ゼルビア、えー、前回対戦は0 2で町田が勝ちましたで過去対戦、まあ、J2 とかも含めますと2勝1敗という感じですね柏の2勝1敗という感じでございますはいえー、柏前節マリノスに 1−0 で勝ちましてこちら6戦ぶりの勝利となりました まあえー、6戦ぶりの勝利だったんですが3戦連続負けなしということで、えーまあ、負けずにこう勝ち点積み上がっているという状態が続いている感じですかね。はいまあ、やっぱ細谷選手とサビオ選手のホットラインというのは非常に強くてそこで取った点もでしたね。はい まあ、サビオ選手がやっぱ中心になって、えー、いますしそこでしっかりと動き出している細谷選手も素晴らしいですし、まあ、サイドも広く使えていたので、ね、幅広く使えていたので,でそこから相手の背後もよく取れてましたし、えー、レースルーらしい戦い方っていうのは割とできていたのかなという気がしますね。 逆に町田前節川崎に1、4ということで負けてしまいまして、黒田監督が就任後初の連敗ということで、ちょっと珍しいですね。ここまで町田が崩壊してしまったのはかなり珍しいかなと思います。で、ちょっとあともう一個ね、気がかりなのが、柴田選手がね、怪我してしまったということで、この穴っていうのも埋めていかなければいけないですから、非常に難しい戦いにはなるかなと思います。ですが、まあ、先制点取ったところなんかロングボールで背後取ってから、 落として中島選手が、えー、取りましたけど、あれは本当にあの町田らしいサッカーでしたし、えー、非常にあのい,いい攻撃だったなとうん、シンプルかつ精度の高い攻撃だったのかなというふうには思いますが、やっぱりね、ちょっとミスが重なってきてからですね、ちょっと切り替えが遅くなったりとか、後手に回ってしまったりとかで、まあ、背後も取られてしまってましたし、うーんなんとかうんそこら辺のね、この切り替えのスピードとか、えー、守備連携なんかは、 うううままく改善していいいいいかかなななけければととこかなというふうに思いますですが、えー、今期ですねアウェイでの勝率というか勝数がですね19戦やって町田は12勝3敗4分けということでまあ3敗しかしてないとで非常に勝率も高いので、えー、ここアウェイで強い町田っていうのは、えー、見せてくれたら、えー、またこの優勝争いには食い下がれるのかなというふうには思いますね。はい うーんそうだなどうなるかな難しいですが、立て直すんじゃないかなと思いますので、1、2、町田で行きます。はい。1、2、町田でいきたいと思います。続いて、ホーム名古屋グランパス VS アウェイコンサドーレ札幌、えー。データによりますと、名古屋は札幌に4戦連続負けなし、2勝2分けで、ホーム戦ですと2戦連続勝ちなしとなっております。はい。 えー、名古屋全選手、福岡に0 1で負けてしまいましたが、えー、名古屋の方もですねルヴァンカップで勝ち進みまして決勝進出ということで、まあ、マリオスに勝ったのかな、えー、ということでここもね調子いいので、うん、この流れをねいい流れをうまく引き継ぎたいところですね。 はい。まあ、前節見てると左サイドからのチャンス多くて、まあ、サイドの背後取れることも多かったんで、そこっていうのはまあ名古屋らしくね、サイド攻撃しながら中で合わせるっていうのをしっかりしていけば、得点のチャンスっていうのは多く作れると思いますし、サイド攻撃のみならず中央突破もできますからね、そこはギャップつきつくなりでやっていければなというふうには思います。 逆に札幌前節頑張り1、2ということでうん逆転負けしてしまいましたね、えー、ちょっと残留に向けて勝ち点は積み上げたかったところでしょうが、えー、ちょっと悔しい敗戦になってしまいましたねまあ相手のミスをついて先制したところまで非常に良かったですし、えー、守備に回る時間多かったんですけど結構体腫れて守れてはいたんですが本当、まあ、終了間際の2得点っていうのがあってまあそこはちょっとね、まあ 疲れてたと言いますか、ちょっとだけ対応遅れてしまったのかなというところなんで、まあ、ここは90分通して、しっかりと札幌らしく、守備から攻撃にスムーズに移れて、シュート本数も増えてくれば、得点の匂いっていうのは多くしてくるのかなというふうには思います。はい。そうですね、まあ、うーん、うわ、難しいなただ、 えーどうだろうな、ホーム戦だと2戦連続勝ちなしでしょう。うわ、難しい。いや、1、2、札幌にします。はい、1、2、札幌にしたいと思います。続いて、ホーム京都さんがバーサスアウェイサガントス、えー。データによりますと、京都はトスに3連敗中だそうです。はい、えー、京都前節、神戸に2、3ということで負けてしまって、リーグ2連敗となっております。はい、えー、後半のね立ち上がり、ハイプレスが効いて、2点取り返した。 ここは良かったですね、まあえー。エリアス選手とマルコ・トゥーリオ選手が、えー、非常にいいゴールですね、ゴーラストを決めまして、チームとしてもこう上り調子になっていったんですが、ちょっとね、神戸に最後の最後、うん、やられたなという感じがしますね、本当に神戸の自力が強すぎたと言いますか。 非常に強かったんですがでも、えー、京都のあの感じを見てるとやっぱ調子はいいんだろうなってチーム状態自体は良さそうなので、えー、残留に向けてねここはしっかりと立て直してくるかなと思いますし、えー、ですがデータ上によるとちょっとあや苦手な相手なのでここがどうなるかなという感じですかね逆に投ス前節 FC 東京に11のドローでございましてこれで11戦連続勝ちなしとなっておりますなかなかここうもうね長いトンネルを抜けれずにいると いうことでまあ、2戦連続引き分けということで勝ち点は積み上げてはいるんですが、えー、ちょっとね残留までが遠のいてしまうという感じになってますね。ですが、まあ、点取れてるとかいい攻撃ができてるシーンはやっぱ少ないタッチ数でつなげてますし、えー、マルセル・ヒアン選手の,このパワー 体の使い方とか、えー、のがう,うまく生きてそこで、えー、起点になってから、えー、攻撃っていうのを展開されているので、まあ、やっぱそこが注目かなというふうに思いますし、まあ、守備の方もね体張って守れてましたから、えー、そこは継続して集中して守って、えー、なんとかカウンター1本っていうのを狙うのは、えー、ありなのかなというふうに思いますうわー難しいですよこれうわーどうだろうな22ドローにしますはい 2, 2ドローでいきたいと思います続いてホーム湘南ベルマーレバーサーアウェーサンフレッチェ広島、えー、直近5試合で見ますと湘南の1勝3敗1分けということでちょっとだけ、えー、広島がリードしているという感じですかね、えー、前節湘南ベルディに2 0で勝ちましたこれでリーグ2連勝となっておりますただですねちょっとルキアン選手が怪我してしまったということでちょっとここがねこの穴っていうのは、えー、大きいのかなというふうに思います えーですが、前節、背後のねえ意識高くて、ポケット取れることも多かったですし、最後までディフェンス集中して体腫れていましたから、この戦い方ができてくると、広島相手にも非常にいい戦いができるのではないかなというふうに思いますし、ちょっと楽しみですね。いろんな攻撃パターンもありますから、湘南はねは。逆に広島前節、岩田に2、1で勝ちまして、これで3連勝となっております。 でえー、さらにリーグ戦は21戦連続負けなしということで、まあ長いこと負けてなくて、非常に強いですね、現在、首位ということで、えー、非常に強い広島ですが、まあ、シュートも23本前節打ててましたし、加藤牧選手の調子が非常に良くて、3戦連発中ということで、非常に、えーまあ、チーム状況もいいし、選手個々の調子もいいのかなというふうには思いますね。ハイプレスでこう広島らしくいって 相手にこうボールを前に運ばさせないディフェンスっていうのもできてましたし非常にこう攻めるようなディフェンスっていうのができてたから良かったなとやっぱ強いなというふうに思いますしで広島もですね今季アウェーで20戦して1敗だけしかしてないということで非常にアウェーで強いチームなんでここはまあそうだなちょっと湘南も苦しい戦いになってくるかなと思うんですがうーんそうね 一三広島かなはい。一三広島でいきたいと思います。続いて、ホームセレッソ大阪 VS アウェイ、ジュビロ岩田、えー。データによりますと、セレッソは岩田に11戦連続負けなし、4勝7分けとなっております。ですが、ホーム戦で見ますと、6戦連続負けなしの4勝2分けの2連勝中ということで、ホームに迎えると連勝しているということですね。はい。えー、セレッソ前節、浦和に1-0で勝ちまして、リーグ2連勝。 となっておりますでさらに3戦連続クリーンシートの4戦連続負けなしということでセ、えー、レスト自体は本当に調子がいいんだなというふうには思いますはいでまあコーナーキックがね結構デザインされて狙い通りのコーナーキックができてそこから先制点を奪えてそこからまあ守備に回る時間帯も結構あったんですがしっかりとコンパクトにして守りきれていたのかなというふうには思いますはい、えー、逆に岩田前節広島に12で負けてしまいましてこれでリーグ2連敗となっておりますね まあえー、最初のコーナーキックですね1本目のコーナーキックで同点に追いついて。 んですよね、そこの決定力っていうか、えー、非常に良かったのかなと思いますし、まあ、なんとか跳ね返し続けて、えー、チャンスカウンター狙って、えー、伺っていたんですがそこで最後ね、まあ、やられてしまったというところで、まあ、もう仕方ないといえば仕方ないんですが、えー、ちょっとここでねまた勝っておかないと残留に向けて、えー、厳しい戦いになってくると思うので岩田も非常にこう結構前から行くのではないかなとこの試合は思いますね。はい、うんそうだな 相性で見たらセレッソかな。えー、21セレッソにします。はい。21セレッソでいきたいと思います。えー、ラスト、ホーム東京ベルディ VS アウェイ浦和レッズ、えー。データによりますと、ベルディは浦和に9戦連続勝ちなし、2分け7敗となっております。で、2戦連続引き分け中となっております。はい。えー、ベルディ前節湘南に02ということで負けてしまいまして、7戦ぶりの敗戦だったんですね。 はい。ですが、まあ、うん、まあそうね、湘南が良かったってのあるんですが、うーん、後半はね、特に厚みのある攻撃も、えー、ありましたし、いい攻撃っていうのは見えたんですが、こう、ハイプレスでしっかりとショートカウンターも狙えてましたし、良かったんですが、ちょっと枠内にボールを運べなかったっていうのがありましたかね。はい。 逆に浦和は前節セレッソに0ロ1ということで負けてしまいましてこれでリーグ3連敗となっています、まあ、支配率的には64%でボー,ルボール自体は持ててはいたんですが、えー、うまくビルドアップできず前に運びきれないっていう展開が多かったですかねうん、まあ、ポケット取れていた、えー、っていうのは浦和らしく、えー、いい攻撃ができていたんですが、えー、そこも決定機にはつながっているんですけどなかなか、うん、ネット揺らすことができなかった いう感じなんででも、まあ、ここはこの2チーム、結構その取り合いになってくるかなというふうには思いますね。ポケットの取り合いになる可能性があるかなというふうには思いますね。はい。えー、そうだな、でも、うーん、そうっすね。1、2、浦かな。はい。1、2、浦でいきたいと思います。はい、ということで、全10試合予想してまいりました。ちょっと早口になってしまいましたけども。はい。なんとか当たることを祈っております。 日本代表、全然良かったと思います、僕は。はい。<laughs> 急に日本代表の話ですが、最終予選、全然僕は引き分けで、勝ち点積み上げるというのは非常に大きいと思うので、良、えー、かったと思います。はい、ということで、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。